江村理沙は、日本の政治家、京都市会議員、地域政党京都党代表、いわゆる美人議員として、インターネット上などで注目を集めているとされる。京都府京都市出身で、佐賀の保育園、嵐山小学校、佐賀中学校と進学し、北佐賀高校に入学する。同志社大学政策学部に、第一期生として入学。 在学中、京都市議の村山省営のもとで議員インターンシップを行っていた。その活動の中で、京都市の財政難や職員不祥事など多くの課題を目の当たりにしてきたという。大学卒業後は、東京の商社である株式会社ミスミに就職する。会社員時代には商品開発を担当しており、2年目に自身が開発した商品には、江村のイニシャルが、 品番に付され、江村の退職後も入れ行き校長だったとされる。2010年には村山より、新党結成に誘われ、江村も当初は、秘書ならいいですよと応じていたが、村山の熱意に押されて、京都党の決闘メンバーの一人となった。2011年4月に行われた、統一地方選挙において、京都市会議員選挙に立候補した。当初は、選挙資金不足で、 法末候補とみなされていたものの、右京区選挙区にて7863票を得て、初当選を果たした。当選時の年齢は25歳6ヶ月であり、立候補者の中で最年少だった。2015年4月に行われた、統一地方選挙にて5474票を得て、2選を果たす。2016年2月に行われた京都市長選挙では、 独自候補を擁立することを、党幹事長として模索していた。しかし、当主の村山が立候補することで、議席数が減り、交渉会派としての立場を失う懸念があったため、これは断念することとなった。村山が、京都市長選の不出馬など一連の騒動により、代表を辞任したことを受けて、2016年2月に、無投票にて、京都党新代表に選ばれる。その後、 同年8月に行われた党大会では村山の代表復帰が決議され、江村は副代表兼幹事長に復した。2019年4月に行われた統一地方選挙で参戦を果たした。同年11月には村山と連盟で第14回マニフェスト大賞における優秀政策提案賞を受賞する。受賞した政策提案の内容の骨子としては、 市民コストゼロで、市営地下鉄の新型環状線の整備構造を発表しており、水道シールド工事の技法を応用した、昇降系と改札口等を排除した究極に、簡素化された駅舎や、新技術を駆使した電気の無人自動運転型シャトルの活用などで導入コストを削減しつつ、民間との共同出資と返済原資に宿泊税を当てることで、市民コストを ゼロで導入するとのものだった。2020年2月に行われた京都市長選挙に村山が無所属として出馬するにあたり離党したため、党代表が空席のまま副代表として党運営に注力していた。同年8月7日投票の代表選挙において、江村が無投票で党代表に選出された。ありがとうございます。